皆さんこんにちは、ジゴンです。ということで今回もウィニングイレブン2021の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今回訂正動画を撮っていきたいんですけど、まあ一つ前のアイコニックとナショナルセレクションを予想した動画で、投票 FP 早ければ来週の木曜日6月10日から来るんじゃないかなとしていたんですけど、まあ少し予想が甘かったので今回訂正の動画を撮ります。まず、まあ、2点ほど紹介したいんですけど、まず1点目はプレミアリーグのアンケート来てないかもって言ってましたが、これは来てました。しかも一番最初に来てました。なので、まあ、あとアンケートが来るとすればアジア人アンケートくらいですかね。まあ、それが今のところ月目で来ているということなので、まあ、来るとするならば来週の月曜日6月7日が妥当かなって思います。はい、そして、今回紹介したい2つ目なんですけど、これがまあ今回ね訂正したかった内容なんですけど、各アンケートの注意書き、こちら見ていきたいんですけど、まあ、どのアンケートも内容的には同じようなこと書かれてるんですけど、今回特に注目したいのは上から4つ目下から言うと2つ目ですね。今後行う予定の同系列のアンケートで同一選手がアンケート上位になった場合、注目選手として重複選出されない場合がありますの部分ですね。まあ、これは簡単に言うと、各アンケート得票率が高くても他のアンケートとの兼ね合いで二重選出にならないように調整するっていうものですね。例えばセリエ A でロナウド選手が1位だったとして、チャンピオンズリーグのアンケートでもロナウド選手が1位だった場合はどちらかしか来ないってことですね。まあ、これはつまりアンケートを全て日程こなした上でしか結果は分かりませんよね。アンケート終わっていないのにガチャを出し始めると被った場合取り返しがつかないくなります。まあ、これを避けるためには全アンケートの日程を終えてからじゃないと難しくなります。なので今来ているセリアのガチャのアンケートに関しては6月10日木曜までが期間となっているので、つまり6月10日には出てこないですよね。まあ、つまり6月10日から投票 FP を始めることが基本的に難しくなります。まあ、いや出せないと言った方が正しいかもしれないですね。なので早くてもその翌週6月17日からが投票 FP 始まるかなというところです。もし月曜日にアジア人アンケートが来るのであれば、まあ、アンケート期間はおそらく6月14日までとなると思うので、ガチャ準備期間としてもう1週空ける可能性があるかなって思います。まあ、つまりまとめると6月7日にアジア人アンケートがなければ早くて6月17日から投票 FP がスタート、仮にアジア人アンケートがあるとすれば6月24日からとなる可能性があるってことですね。まあ、とりあえず言えるのは6月10日は確実に投票 FP は始まりませんね。あと月曜日に投票 FP が来る的なことを聞いたんですけど、まあ、月曜日に来たことないですし、まあ、今後はナショナルセレクションを出してくると思うので、まあ、それは基本的にはないはずです。はい、ということで訂正動画でした。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。